みんなの間に知を広めるバーチャル YouTuber の相田千尋です。今回の授業では貸本漫画の登場というタイトルでお話ししていきたいと思います。教科書をお持ちの人は上巻の10ページから11ページをご覧ください。今回のトピックは2つです。1つは1950年代に貸本漫画が流行した背景はどのようなものだったのか、また貸本漫画から生まれた作風とはどのようなものだったのかという話をしていきます。まず1950年代に貸本漫画が流行した背景はという話なんですけれども、こう現代でもレンタルコミックっていうのがあるように本を貸す商売っていうのは昔からあったわけですけれども、これが1950年代になると多くの人に読まれるようになりました。それ以前にはですね、こう赤本漫画っていう2回前の授業でやったんですけれども、安い漫画が流行ってたんですけれども、物価が上昇して赤本漫画が値上がりしたことによってこうなかなか手に取りづらくなりました。そこで人々は貸本屋で漫画を買うんじゃなくて漫画を借りて読む人たちが増えてきました、まあ、貸本屋で漫画を読めば漫画を買って読むよりも10分の1ぐらいの値段で読めるわけですから、まあ、そっちの方がお手軽というわけですね。でそうやって貸本屋で漫画を読む子供が増えていくと、そのうちに貸本屋でのみ読める漫画っていうのが出てきました。これを一般的に貸本漫画で読んでいます。でこの貸本漫画ですけれども、そのお金のない子供はもちろんのこと、勤労青年たちも大勢読んでいました。当時の日本はですね、こう高校進学率が5割ぐらいしかなくて、中学校を卒業してすぐに都会に出て働き始める若者が大勢いました。彼らは幼い頃手塚治虫が書いた赤本漫画などを読んで育ったわけですけども、彼らが成長してもですね、安く漫画を読もうとして貸本漫画っていうのを読んでいくようになりました。でこうした貸本漫画、貸本でのみ流通する漫画でデビューした漫画家っていうのがいます。例えば白戸三平や水木しげる、横山光輝、柘植義治、斎藤隆夫といった漫画家は貸本漫画出身の漫画家です。水木しげるといえばあのゲゲゲの鬼太郎、斎藤隆夫っていうのはゴルゴ13の作者として有名ですね。貸本漫画1000読者が多かったという話をしましたが、そうするとですね、彼らはこう子供向けのこう単純な話じゃなくて、リアルな描写や内容にこだわった漫画っていうのを好むようになりました。でそういう漫画はそれなりのこう作風でなければいけないって言って、貸本漫画だった辰巳義弘らが劇画というスタイルを提唱しました。こういったリアルな描写や内容にこだわった漫画のことを劇画といって、手塚治虫が描くような子供向けの漫画家とは一線を画し、こうリアルな描写や内容にこだわった漫画、劇画っていうのがこの頃から注目されるようになりました。まあ、つまりですね、1950年代までに日本の漫画業界に2つの潮流が生まれたわけです。一つは常盤荘出身者を中心とするグループ、これは手塚治虫を中心としたグループで、少年少女を主な対象読者としたデフォルメの作風というのが一つありました。もう一つは貸本漫画出身者による潮流で、これは青年を主な対象読者とし、リアルな劇画と呼ばれる作風を追求するようになりました。この後の日本の漫画文化っていうのは、常盤荘から生まれたデフォルメの作風と貸本漫画出身者による劇画の作風っていうのがこう入り乱れていくことになります。では今回のまとめに入ります。1950年代に貸本漫画が流行した背景には、赤本漫画の価格上昇がありました。また貸本漫画から生まれた作風としては、リアルな描写内容にこだわる劇画というものがありました。今回の授業はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。